あ、でも全然映っても大丈夫です。私棒立ちしてたらしいし、知ってたはずなのに気をつけようと思ってたはずにもかかわらず。Oh.
テストじゃなくて演出ですよ。お皆さん、はい、ということでですね。でも座って聞いてる人も多いかと思うんですけど、次はまあ皆さんおなじみのっていうあの曲なんで、よかったらちょっと立ってこういう風に頭振ってもらう、頭横振りで、縦振りじゃなくて横振りで聞いてもらえると、聞いてる方ももうちょっと和やかに言えるのかなって感じですね。あ、端っこにいる人ももうちょっと真ん中おいでよ。ちょっと今なんかマイクを2本持っちゃったから、ちょっとテンパり具合なんですけど。でこのバンドはですね、くじ引きバンドで、あれです、くじ引きバンドで運命的に出会った5人になります。でですね、本当はキーボードのりなちゃんはなかったんですけど、急遽スペシャルゲストとして私たちのグループに入ってくれました。ありがとうございます。よろしくお願いします。スペシャルゲストです。年パってるんですけど、お手柔らかに聞いていただければと思います。次やる曲が、あれです。あやかと小袋のあの曲です。で、本当は私と春菜とニーナが守りますので、ちょっとポイントで聞いてもらえたらなと。ちょっと待ってください。はい、では巻いてるそうなので、この辺りで行きたいと思います。では聞いてください。行きます。曲がりこねた道の先に待っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくてもいいもの、ただそれだけを信じてゆこう。
足跡